この新居からお送りしたいと思います。はい、家の中にいる小人といったらどこにいると思う？まずいない。なに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 、ビーヒ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 ー。トイレットペーパーもう三角折りなんてするわけないんだけど、家のやつ開いたよ、開いたよ、開いたよ、開いたよ。なにこれ、ピザーズだってるか。こんにちは、ロケッツのチャチャとトモとママです。せーの、ヤッホー。もう一回、元気よく、せーの、ヤッホー。これ今私映ってない。はい、ということで今日は初めてこの新居からお送りしたいと思います。ニューハウス、ニューハウス。じゃあちょっとだけね、今日はニューハウスを見せていこうと思います。これはね、ジャグジー、うちらがね、買ったジャグジーだぜ。はい、はい、岩じゃ。そっか、こっち行きます。デッキね、これシソもちゃんと畑から持ってきたよん。木が生い茂っておりまして、良きデッキではないでしょうか。はい、これはここに持ってきました。ブリちゃんが出たいんでしけどって言ってますね。出してあげたみたいね。バカ頭打った、バカ頭打った。で、中に行きましょう。やっほー、声ガスガスです。やっほー、おいでー。あそこに池もあるんだよね。いいよ、家入って。入って中に入りまして、あ、靴はベッドだよ。あ、ベッド、ちょっと待って、ちょ、どこで靴脱いでんの？どこで靴脱いでんの？そんな人おる？これはね、もともと暖炉だったみたいなんだけど、隠してある。いっぱい歌えば、これはチンゼロ。好きな絵本とかを飾ってあります。でっかいウルトラマンとか。そしてここがリビングルーム。パパパパパパ、うるせえな、お前うるせえ。はい、太陽浴びてすくすくと育っております。スーパーだよ。この暖炉は本当の火がつきます。これね、キッチンから外が見えるのも、天井が高いのも、もう大好き。はい、ということでね、このリビングダイニングあたりをささっとお見せしたんですけど、ご飯です。ご飯ですということで、ということで今日はですね、この家をささっと見ながら、小人おるかなって、ちょっとね、ブスやないらしい。ちょっと待って、小人いないかなってちょっと探そうと思います。はい、レッツゴー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 。ワンディーツタタトモ。家の中にいる小人といったらどこにいると思う？まずトイレ、トイレ、トイレ混ぜてみて。小人いる？いるわけないよね。うん、ここバイトだった。トイレにはいそうにないね、この感じだし。ニートビといるんだ。うん。ブリちゃん、小人見た？この家で。本当。
バンディーツへタタトモ。じゃあ、お風呂見に行こうか。いる？いないね。チャンネル登録お願いします。いたね。ほんとだね。なんていう小人だろう。家の小人。家の小人、忍び家小人でしょう。小人だろ。カバン持ってるね。なんか入ってんのかな。来てくる。あれよ、それで。困っちゃう、そんなこと。でもさ、忍び家小人がいるってことは、つもう一人いるんじゃない。え、青しげやとびた、うん、姫家小人か、それか他の仲間もいるかもしれない。忍び家小人はだってグループで動くでしょ。何人かに集まって、もうちょっとお風呂探してみよう。あのさ、たっちゃんたちが登る台の下とか怪しくない。いない。いないか。じゃあ、この子。いる？ねえ、トイレットペーパーもう三角折りなんてするわけないんだけど、嫌なやつ。ねえ、これ小人の仕業？小人の仕業？開いたよ！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 え？なに？これ！なになになに？これ！どこ？これ！あ！なに？どこ？どこ？一番の上の子。え？一番下の一個。一個だよ。来た。来た。姫猫人じゃない。中だよ。中だよ。あいつ何？お風呂入ってる。お風呂猫人じゃない？バンディーツへタタトモ。椅子？椅子持ってくる？椅子持ってくる。持ってきて、持ってきて。無理無理。椅子持ってきた。逃げてないといいけど。ここだっけ、トモ。そうだ。じゃない？タタだったらそうだ。うん。じゃあ、タちゃんで。ない。え、もうちょっとくっつけるわ。トノくん、もうちょっと手で伸ばして。ダメだ、これはつらい。じゃあ、姫家小人はもう取れないわ。え、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 さっきここにいたよね。家の扉。忍び家小人でしょ。椅子取りに行ってる間だ、みんなで。姫家小人を助けようとしてるんじゃない？みんな来て。あの必死のビーヤコビトさ、姫家コビトを助けようとしてるじゃん。隠れて待ってようか。そしたら動いてるかもしれないし。ちょっとあれ、もう一回様子見てみよう。うん、ちょっと待って、静かにね。あ、いなくなってる、ほら。いなくなってる。どこかにいる？やっぱりさ、どんどん姫家小人に近づいて。お前らどこ行くねー。やっぱりさ、姫家小人にどんどん近づいていってるね。次行ったらさ、もうついてる、くっついてるかもね。ちょっと見に行こう。ひざとなってるか。いない、やっぱりだよ。いたいた。でもあそこはさすがに届かないね。うん、パパだったら乗ろうと。無理だよ、ここに乗ってやってるの。あー、いい考えだよ。ママが椅子に乗ればいいんだ。え、でもママ
このクソデブだけど乗れるかなと思うんです。ぶっ壊れちゃうしない。うん、よし、取った取った、捕まえた。見て、スリーコンボ青、スリートレ、分かった。リビングに持って帰ってみる？大事に持ってて。うわぁ、ヒメイエコビト。ヒメイエコビト。天井、屋根裏など家の中の高いところを好み、人のものを隠す習性がある。複数の忍びイエコビトを取り巻いている。これは忍び家小人。家の中の暗くて狭い場所を好み、小さな群れを作っている。夜行性で姫家小人に従って行動することもある。ゴキブリを操ることができる。腰の袋の中身は謎。パチッチとダダを見てくれてありがとう、ありがとう。トロ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 。トイレットペーパーが三角に折られているのも、頭を洗っている時に視線を感じるのも、寝ている時に金縛りに遭うのも、セットしたはずの目覚ましがならないのも、みんなこの小人の仕業です。